はい、おはようございます。オークリーの田中さんと、恒例のリサちゃんです。今日はこの3人で、100ギリを目指します。あのサングラス購入編から続きでやってきました、はい、果たしてオークリーマンは100を切れるのか、はい、僕は実はその後これになれないとと思って2回くらいラウンドしてるんですけど、102と100でした。惜しい。そしてゴルフ場はここ平べったい、高低差がない、そしてバンカーが見えない。何もない、何もない。そしてバンカーないんですか。バンカーほぼないっていうのと、帯ない。優しい。これなら生きるんじゃないのかっていうことで選びました。皆さんも100切りたいときはここをやってみましょう。気持ちで負けないように。あ、なるほどね。気持ちを強く持てば、はい、ある程度乗り越えられます。さすがです。ありがとうございます。田中さん、今日はどんなお気持ちでしょうか。どうしていいか分かりません。そうですよね、はい、普通にゴルフやりましょう。はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、じゃあ行きます。今日の秘策として手袋を使わないという作戦で行こうと思っています。振りすぎてシャフトが暴れてる気がしてるんですよ。なので手袋をしなければ思いっきし振らないから安定して振れるんじゃないのか説。なるほど。なるほど。はい。なんですか。初めて聞きました。どうがいいかな。やばかったら戻します。考えが斬新。残った。はい。まあ転がりますね、ここ。持ってますかね。はい、あります。足で踏むやつですよね。足で踏むんだったら、これなんかね。ありがとうございます。はい、お。長い。めっちゃ長い。初めて見た。わー、すごい緊張する。どうしよう。楽しみましょう。あの黄色いのがゴールですよね。当たり前です。そうです、ゴールです。種目が変わってる気がします。お願いします。お願いします。とりあえず当たってよかった。ここはですね、残り100〜120くらいに見える46度で打ちます。押す。まだ体が動いておりません。46で50ヤードくらい打ちます。やっぱりね、グリーンの傾斜が見やすい。出た。何度ですか。52です。52。別に。56にとか58ありますか。ありますあります。ちょっと上げたい感じなので、うん、で、まあ、グリーンのこのエッジの先に落とすようなイメージがいいです。あんまり強く行き過ぎちゃうと下ってるので、また反対側に行っちゃう可能性があるので。うん、下ってますよね。はい。硬そうだし。落とすところだけを見てください。ピンは見なくていいです。止まらない。上がんなかった。あ、まあでも、はい、まあいいと思います。はい、おお、すごい。バディ。す
すごい強い。イエーイ。何なんだこれは。これがバーディー。これがバーディーか。155です。ちょっと右に大きめのバンカーが見た感じあるので、ありますね。右のバンカーにだけは、避けたいですね。こっちですね。はい。なので、ピンからもしくはピンちょっと左目狙いぐらいで安全に行けたらと思います。はい、あ、開けた。この数、うん、ナイスパー、ありがとうございます。ここが空いてるのがやっぱりいいっすよね。ここだけ暖かくて、そう、ここはもう何も普通必要そうですよ、やっぱり送り回る。自分がサングラスかけてること忘れてるんで今全体はオレンジ色でずっと夕方に見えます。で、グリーンだけその傾斜がちゃんと見えるっていう感じですね、この面。大丈夫でしょう。はい、はい、うまいですね。で今馬が左足の左足のつま先ぐらいにボールがあるんですね。あ、ちょっと開けた、もうちょっとこっち、うん、できれば逆です。ちょっともう半歩ぐらい左にずれます。はい、あ、できれば左足いい、ね、かかとぐらいにボールがあるといいです。はい、左にありすぎるのでボールが、うん、どうしても当たるときにこうベースが開いて当たりやすくなるので、うん、右にこうスライスボールで出てるって感じです。すごい。ボール1個ぐらい内側に入れてあげてください。はい、はい、すごい、なんかすごい習っちゃった。これ80くらいだよ多分。メイキに当たった。これ硬いですよね。硬いよ。ここにガツン当たってここに来ました。すげえな、すげえな、教える人が。
怖っ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。